レオ・ベイクランドレオ・ベイクランドは、ベルギー生まれのアメリカ合衆国の科学者、発明家。合成女子、ベイクライトを、発明、工業化に成功し、プラスチックの父と呼ばれる。ベルギーのヘントで靴屋と家政婦の息子として生まれる。ベイクランドは、ヘント大学で博士号を取得した後に、1889年にアメリカに移住した。ベイクランドの初期の成功した発明は、インガ ベロックスだった。ベロックスは従来のンガシよりも高感度であり、それまで焼き付けには自然光が必要だったが、これによって室内の人工光でも作業ができるようになり、作業効率が一気に改善されることになった。1898年、ベイクランドはコダック社にベロックスについての彼の特許を75万ドルで売却し、そのお金でニューヨークに 施設研究所を建てた。次に彼が目標としたのはペンキの原料、セラックの代用品を見つけることだった。セラックはラック貝殻虫の樹脂様の被覆物質を抽出したもので有機溶媒に溶かして塗料の原料とされる。それら天然樹脂と繊維の多くがポリマーだと認識され始めた頃だった。ベイクランドはフェノールとホルムアルデヒドの反応を研究し、 可用性フェノールホルムアルデヒドセラックを開発し、ノボラックとして売りに出した。しかしこれは市場での成功にはつながらなかった。次にベイクランドはアスベストの結合剤の開発に着手した。そして1907年にフェノールとホルムアルデヒドの反応時の圧力と温度を制御することで完全な人工合成樹脂、ベイクライトの合成に成功し、その特許を取得した。 ベイクランドは1916年にイギリスに訪れ、10年前にベイクライトと同じフェノール樹脂の合成に成功していたジェームズ・スウィンバーンに会い、共同でジェネラル・ベイクライト社を立ち上げた。ベイクランドはベイクライトを販売することで億万長者の一人となった。そして1924年9月22日にタイム誌の表紙を飾ることになった。 1917年よりコロンビア大学で客員講師として教弁を取った。ベイクランドはその後1939年にユニオンカーバイド社にジェネラルベイクライト社を売却し引退した。引退後は彼のフロリダの広大な住宅の庭を増援することに熱中するようになった。1944年、ベイクランドは ニューヨーク州ビーコンの療養院で脳一血のため亡くなった。ベイクランドはスリピ b ホローボッチに埋葬された。1978年にベイクランドは全米発明家電同入りした。ベイクライトの発明はプラスチック時代の到来を意味していた。それまでに半合成樹脂であるセルロイドは造下の代用品として出回っていたが、ベイクライトは完全に人工的な合成樹脂だった。 ベイクライトは熱効果性のフェノーオール樹脂で絶縁性に優れていたため電話やラジオの絶縁体として広く使われるようになった。また特許が切れた1920年代からは様々な会社で開発されたカラフルなベイクライトが登場しアクセサリーや日用品に加工されるようになった。これらのベイクライト製品はその後のプラスチック製品とは 発色や手触りが違うことから、現在はアンティークの一つとしてコレクションの対象となっている。ベークライトは製造の過程で爆発の危険があるなどしたため、その後改良されたプラスチックが普及し、1960年代には姿を消すことになった。子供の頃、海の男になることを夢見ていた科学の世界が彼の知的冒険の海となった恐怖を得た。 ベークランド博士はヨットでの航海を楽しみ、海の男になるという少年の日の夢も叶えた。しかしプラスチックが愛する海をその奥底まで汚していると知ったら、どんな顔をするだろうか。ベークライトの一般名はポリオ、キシュベンジルメチリングリコールアンハイドライド。ありがとうございます。